はい、皆さんこんにちは。タワバラチャンネルのナベです。タワです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、夏バテ防止対策といったことで、まあなんとですね、バラはね、夏バテになってしまうんですね。まあ人もそうですけども、まあナベちゃんもね、まあクマちゃんなんで、まあ夏バテになるんですけども、まあバラもね、まあなんと夏バテにね、なってしまうんですね。まあ今年はね、まあ例年通りね、まだね、梅雨といったことで、まあ愛知県はですね、まだね、梅雨明けしていませんけども、まあしかしながらね、この梅雨が終わると、まあ、猛暑といったことでね、まあバラの方もね、まあ夏バテになってしまうんですね。で、バラというのはですね、まあ20度から25度がね、まあ一番過ごしやすい気温といったことなんですけども、まあ梅雨が明けるとね、まあ当然ね、30度以上、まあ、もしくはね、35度以上になったりといったことでね、まあ、非常に暑いと、まあ、そういったね、暑い環境ですと、もうバラもですね、まあ、やはりね、夏バテになってしまうんですね。まあこのようにね、葉っぱの裏にはですね、まあ光合成するためにね、気孔っていうね、まあ口がありますよね。まあ小学校でね、習ったと思うんですけども、その気孔からね、二酸化炭素を吸って酸素を出すと、まあ、これがね、光合成というんですけども、まあ、バラはですね、光合成を行ってね、まあ、どん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 栄養を蓄えているんですけども、まあ、暑すぎるとですね、この気孔がね、ピタッとね、閉じてしまうんですね。気孔が閉じてしまうってことは、光合成能力がね、まあ、当然低下するといったことで、まあ、栄養をね、作り込むことができないんでですね。まあそれに加えてですね、まあ乾燥もしていると余計ね、光合成の能力が低下してしまうといったことで、まあ夏バテをね、起こしてしまうんですね。まあそのためにこの暑さとですね、乾燥を、まあ、防ぐために、まあ一番ね、まあ大事な項目としては水やりかなとね、いうふうに思います。まあ当然ね、梅雨が明ければですね、まあ鉢バラに関してはね、まあ毎日お水の方をね、与えると思うんですけども、まあその時にね、まあ、ある工夫をすることによって、まあ、温度調節やね、まあ、乾燥も防ぐことができるといったことで、早速ね、ターさんに作業をね、行っていただきたいかなというふうに思います。はい、それではね、水やりね、行っていきたいと思います。もうね、梅雨が明けるとですね、もうこのホースの中っていうのはね、もうお湯になっているので、まあ、ある程度このようにね、出してもらって、まあ、冷たくなったらね、水やりの方を始めてくださいね。はい、それではね、水やり始めていきます。我が家ね、今、鉢バラで育てているので、まあ、鉢管理ね、されている方は参考にね、していただきたいかなというふうに思います。まあ、視聴者様からですね、タワバラチャンネルさん、マルチングしてないんですけど、なんでですかってこともね、まあ、最近よく聞かれるんですけども、我が家ね、コバエがすごくてですね、まあ、今ね、この梅雨時期っていうのはね、マルチングに関してはね、すべて取り除いてます。でね、今ある程度、コバエの方もですね、まあいなくなったので、まあそろそろね、マルチングまた敷こうかなというふうにね、思ってます。まあ黒点病予防よりもコバエの方がですね、まあすごくて、まあ、毎年毎年ね、まあいろんな悩みがあるんですけども、まあそういった感じでね、マルチングの方は今ね、取り除いてます。で、水やりですけど、まあ梅雨が明けたらですね、このようにね、ジャーっと、まあ鉢底から溢れるほどたっぷりお水を与えると、まあこのやり方はね、全く変わらないんですけども、まあある程度ね、ジャーっと流していると、まあ鉢底からね、お水が流れ始めました。本来なら、まあこれでいいんですけども、まあ梅雨が明けてね、暑くなったらですね、もう一度行いますね。2回行うようにしてください。そうすることによって、鉢のね、中にあった、まあ、温かいお水とですね、まあ、この冷たいお水を入れ替えると、まあ、それによって鉢のね、温度も下がるんですね。まあ、クールダウンすることによって、まあ、夏バテ防止といったね、感じになるので、まあ、鉢バラにね、関してはこういった水やりがね、まあ、夏バテ防止になるかなというふうに思います。で、お水やりはですね、まあ、早朝にね、行うようにしてくださいね。まあ、このようにね、破水します。葉っぱにね、お水をジャー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 かけてあげる感じですね。まあ、これによって当然ね、乾燥ですよね。乾燥を防ぐことができると。で、お水をですね、やはりね、葉っぱにかけるってことは、まあ、黒点病の部分がですね、やはりね、少し怖いかなというふうに思うので、まあ、早朝ですね、早朝にね、このような撥水を行うようにしてください。まあ、早朝にですね、葉っぱにね、お水をかけたところで、まあ、当然暑いのでね、まあ、すぐ葉っぱの方、お水の方ね、乾くので、
早朝にね行うようにしてください。まあ、そうすることによってね、まあ、黒点病の方もまあ大丈夫かなというふうに思います。まあ、これによってですね乾燥は大丈夫ですね。まあ、この時期ね、まあ、黒点病もそうなんですけども、まあ、ハダニの方もね非常に怖いので、まあ、ハダニはね水に弱いので、まあ、このようにですね葉っぱの裏にね、まあ、水やりついでにねこのお水の方ね葉っぱの裏に、たくさんかけてあげると、ハダニの方もですね、まあ、どん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 ね減っていくので、こういったね対応がよろしいかなというふうに思います。まあ、なんでね早朝にこういったね、まあ、作業は行っていただけるとよろしいかなというふうに思いますね。まあ、夕方に行ってしまうとやはりね葉っぱの方が乾かないので、まあ、葉っぱがね濡れていると黒点病のね恐れがあるので、まあ、早朝にね行うようにしてください。はい、続きましてねマルチングなんですけども、この子はですねグリーンアイスですね。コバエの方がですねあまりないので、こちらのねグリーンアイスに関してはマルチングの方をね敷いてます。まあ、梅雨時期のねマルチングの意味っていうのは、まあ、土にですね雨が当たるので黒点病のね、まあ、菌が舞い上がって葉っぱの裏にね、まあ、くっついて黒点病が発症してしまうと、まあ、そのためにねマルチングをしていると。で梅雨明けですね、まあ、猛暑になった時にマルチングの意味っていうのは太陽のね光が直接土に当たらないので、もうこのね鉢の温度が上がりにくいんですね。なんでねこういった、まあ、バークチップだったりね、まあ、その他ねいろいろマルチング剤っていうのはあるので、まあ、お好みにね合わせたものを敷いていただけるとよろしいかなというふうに思います。まあ、このようにね、我が家今バーグチップのね、取り除いているのがね、ほとんどなんで、まあ、梅雨が明けたらですね、またバーグチップの方をね、敷いていきたいかなというふうに思います。で、次にですね、我が家ハチバラの場合はですね、こういったね、花台といってね、まあ、100円均一に売ってるんですけども、まあ、こういったね、台を使ってます。まあ、あとですね、こういったね、スタンドですね、鉢がスポンと入るようなね、スタンド。まあ、こちらもそうなんですけど、まあ、全てね100円均一で購入しました。まあ、このね花台を使う意味っていうのは、このね鉢の下にですね、まあ、空洞がありますよね。まあ、空洞があるっていうことは風通しも当然良いと。で直接ですねこの鉢をねこの地面に置いてしまうと、地面の温度がですねこの鉢にね伝わって、どん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 鉢の中のね温度っていうのは上がってしまうので、まあこういったね花台を使ってね、まあ、地面のね温度をですね、まあ、鉢にね、まあ、直接与えないといったことでね、まあ、こういった、まあ、対策もですね、まあ、夏バテ防止対策には必須かなというふうに思います。我が家ね鉢バラに関してはこういったね花台だったりスタンドの方をね使うようにしてます。まあ樹高のね高い品種に関してはこういったねスタンドを使っておくとですね、まあ、風で、ね、倒れにくいかなというふうにね思いますね。まあ樹高のね低い品種ですね、まあ、新苗だったり今年お迎えしたね大苗だったりはこういった花台でも大丈夫かなというふうに思います。はい、最後にねなりますが、ターバラチャンネルね昨年からですね、まあ、ずっとずっとこちらのねまあ、資材の方を使っているんですけども、まあ、こちらのねストレスブロックとですねハイポネックス微粉を使うことによって、当然ね病気になるね確率っていうのも非常にね低くなりましたね。大病性が非常に上がりました。まあ、もともとね黒点病になっていた品種でもですね、もう昨年ね全く病気が出ないぐらいね、非常にこちらの、まあ、資材はですねやはりおすすめかなというふうに思います。まあ、こちらをね昨年も使っていたので、まあ、夏バテに、ね、なった品種っていうのは、まあ、一つもありませんでしたので、まあ、今年もね引き続きこちらの資材を使っていくと、まあ、ハイポネックスさんのねストレスブロックとハイポネックスさんのハイポネックス微粉、こちらをですね、まあ、混合液を作って、まあ、週1回ね株元に与えていくと、まあ、こちらの関連の動画に関してはですね、まあ、以前配信しているので、まあ、詳しくはねそちらの方ご視聴していただけるとよろしいかなというふうに思います。またターバラチャンネルのねオープンチャットの方でもですね、こちらの、まあ、2つをね、まあ、使って、まあ、やはりね病気が減ったんじゃないかなといったね、まあ、ご意見もいただいているので、まあ、効果絶大といったことでね、まあ、こちらの2つのね、まあ、資材は使っていただけると、まあ、よろしいかなというふうに思います。はい、今日はですね夏バテ防止対策といったことでね、まあ、項目別にね、まあ、見ていきました。まあ、やはりねメインはね、まあ、水やりかなというふうに思いますね。まあ、暑さとね乾燥を抑えるためにはやはりね水やりが非常に大事なのかなということで、まあ、梅雨明けからはですね、まあ、水やりを重点的に
まあ、今回行った作業の方もですね、バシッと行っていただいて、まあ、このね、7月猛暑、8月も猛暑なんですけども、まあ、ここをね、乗り切ることによって、秋バラがね、バシッと咲くので、まあ、暑いですけどね、バラも暑いんで、まあ、ロザリアンのね、方々は水分補給をしながらですね、まあ、バラたちをね、守ってあげてほしいなというふうに思います。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。さよなら。